さあということで、今日も生放送が終わって、和田さんと話していこうかなと思うんですが、ビールで乾杯をね、そうですね。先週に引き続き、このスプリングバレー、シルクエール、白で、和田さんは、夏限定のやつで、サマークラフトエールと、やっていきたいと思います。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様です。で、いよいよらしいじゃないですか。そうなんですよ。いよいよらしい。いよいよまあ、子供が。はい。 つい<次>、まあ、に来るんじゃないかなと、はい、かいうことで長かったような短かったようなって感じがしますねで今日の動画では、うん、あの和田さんに子育てについて伺っていこうかなというふうに思うんですが和田さんもお子さんがいらっしゃって結構大きい、はい、そ,そうです,あそうですもう、あのー、忘れちゃったなっていうかね <laughs> <laughs> どの段階を言うか、はい、ちっちゃい時なのか、うんはい、それかまあその小学校ぐらいでどうするかとか、うん、中学校ぐらいでどうするかとか、はい、まあちょっと年によって違うとは思うんですけどどの辺やで、はい、ちょっと僕が聞きたいなと思ったのは。育児 で、ってあまり和田さんやってないんじゃないかな。いやいやいや。<laughs> 多少は。<laughs> いや、基本やっぱ奥さん主体で。やってたんじゃないかなと思って、はい、う。それはありますね。いや、僕、あの、はい、和田さんの家族と接していって思ったのは、和田さんめっちゃコミュニケーション取るなと思ったんですよね。お、お、なるほど。そう、そだから、これは、はい、だから、その、なんていうかな、育児の、うん。 例えばミルクをあげるとかおむつを変えるとかそういう工程って多分生まれた時はあったと思うんですけどある程度成長した時に和田さん子まあ奥さん含めてコミュニケーションこの家族めっちゃ取ってんなっていうのがすごい印象的だったんですよ。だから例えば和田さん今50代とか僕40代後半ぐらいから多分和田さんのこと知ってるわけですけどその段階から今に至るまで結構喋ってるなっていうのが。 子供といや子供もそうだし奥さんともそうだしでい大体それぐらいの年齢になってくるとあのよく聞くじゃないですか冷め切った夫婦関係とかあなるほど子供との距離感がとかいうのが結構なんかイメージとしてあったんですけどなんワンざわちめっちゃ喋ってるなっていうのがそうきたかそういうのは確かにずっと喋ってるかもしれないですね。あの 僕はずっっと喋ってますす、ね、そうですよねいやだからそれが結構子供も <laughs>、はい、もう感染して、はい、結構私の子供喋る喋る喋るっちゃ,るゃ,るちゃるだからそうですねまあコミュニケーションがやっぱすごい大事だっていうのは僕の人生の中でも思ってて、はい、で子供にも一応言ってるんですよ。はい、で実際、まあ、例えば今日本ものづくりで来たけど、はい、ここから先サービス業になっていくわけですよ。うん GDP に占める割合だって消費が多いじゃないですか、うん、消費ってことはこれもう物を売ってるっていうので物、うん、ののづくりじゃないんですよ、はい、設備投資とかよりももう消費で決まるわけですよ、うん、もう先進国は全部サービス業ですから、うん、だからやっぱり人とのコミュニケーションが取れない人はまずダメだと思うんですよ、うんうん、で特に男はそれだと思うんですよ女、はいうん、女はは日本のの性っていうのは、うん 優しいし、うん、で世界中でモテるわけですよ。はい、だから世界中でどこに行ってもまあ、えー、日本人の女性と結婚したいって男の人いっぱいいるんですよ。よころ日本人の男性っていうのはもうコミュニケーションが下手なんで、<laughs> <laughs> 金持ってる人はまあそれなりに持ってたかもしれないけれども、はい、まず白人の女性と結婚するってなかなかできないっていうね。うん、あこれもコミュニケーションですよ。確かに,に日本人女性が海外の人と結婚するのと比べて、日本人男性ってそこまで。 あんまりかかなないいもしれないですねそれはもうコミュニケーション力の欠如というか、うん、もう圧倒的にアメリカはコミュニケーションで夫婦関係ももう嫌というほどキスしたりハグしたりとかいつもしてるじゃないですかあれはできんなっていうのはあるんで観光地とか行ったらめっちゃやってますもんね <laughs> めっちゃやってるめっちゃやってるでしょ変わってきますけど結構やっぱそ<う>スキンシップしてるならやっぱりあの常に、うん コミュニケーションっていうか、うん、何を考えててこういうことがあって、うん、俺はこういうふうに思ったよとか、うんはい、っていうのは表明していくっていうことをずっとやっていくっていう,、ねうん、そうだから子供時代からずっとやってるわけですよねそうですね、うん、割と親父はそんな喋れなかったんですよ、うんはい、でそれまあ昭和の男のままですよ <laughs> でもそれは僕は見てて、はい、これ良くないなって思ってて、うん、で、えー、親父は僕に興味がないな っってて思たんでところが一回僕はちょっと怪我をしてしかも病気も重なってどうにもない時に高校の時にもう高校にいても体調も悪いし帰りたいなと思ってお母にいねえかなと思って家に電話したら親父しかいなくてで「おかんいないか?」って言ったら「おかんいない」と。 ちょっと体調悪いから、迎えに来てくれない。ダメ元でいいやと思ったら、じゃあ行くよ。っおお。迎えに来たんですよ。で、迎えに来て。買の車の中で、饒舌に喋りやがる。じゃ、びっくりしたんですよ。あ、こんだけ俺のことを考えてて、いろいろ普段。普段、喋るのが下手だ。っていうか。愛情表現が下手なだけで。考えてることはあったんだなっていうのを知ったんで。まあ、ちょっと僕的には嬉しかったのが。 の時あったんですけもそういうのあるかもしれないですねうちのだけどんか喋らないから不意の不意に何かあった時の記憶ってめちゃくちゃあって何歳の時か分かんないですけどちょっと風邪をひいて寝込んでたんですよ僕。で深夜にか咳しててゴホゴホしてたら本当にど深夜もう真っ暗の中「大丈夫か?」っていう父親の声が聞こえて。 あ、なんか意外だなっていう、自分のこと見てくれてた。あ、やっぱり、そういうのをちょっと感じたんですね。あ、僕も、だから、その時に。だから、その、僕もそうかもしれないし、渡さんもそうかもしれないですけど。父親の反動みたいなところ。喋るの仕事にしてる。そうですね。だから、もう昭和の男というか、あの、ちゃんとしてるんだけど。あんまり喋らない。その、なんていうかな、父親の反動で、結構喋るようになったっていう。そうそうそう、だから。 しゃべ男性はとにかく喋ってコミュニケーションを取っていくっていうのがここから先は非常に重要だと僕は思ってるしまあそういうふうにはしていくつもりだから子供もにも、えー、こ,うこういう件はこう思うと、うん、っていうこととかをちゃんと言っていくて、ね、なるほど。大事じゃないかなと。 いやあと和田さんってあんまり押し付けてないんじゃないかなと思うんですよねその教育というかそのまあ子供たちのそのなんつか進路というか方向性というかあそうですそういうものについてじゃお前はこれをやれみたいな感じではなくなんか割と伸び伸びやってるような気がするんですよ思った方向に全然行かないなっていう感じですねこういうのはあるんですよ多分これ向いてるしこれやってほしいなっていうのはあったんでそっちを示唆はしたんですけど。 そっっちにはいかないっていうことごとくそっち行かないっていうのはあるんでただまあそこで喧嘩してもしょうがないし自分がその頃中学とか高校で親の言うこと聞いたかって言ったらまあ聞かないからで価値観も違うしまあそれしょうがないなっていう感じはありますね、うん。何、はい、かそうについては別にあんまり怒ったりとかもしないですよね。 まあそうですねねい、うん、いやそそれれなんか悪いことしたら、ね、それははい、はいまあ、でもまあ僕の言うこと聞いたは絶対得だぞって言いながら、うん、押し付けようとしたこともあったんですけど、はい、だってまあ多少似てるわけじゃないですか、はい、で同じような才能がある多分あるはずだと思うんで、うん、自分がここまでいけたことだったらこれについては多分これぐらいはできんじゃないの、うん、こういう練習したらこういうふうにできんじゃないの、はい、っていうのはあるけど。 すぐにやめちゃったりとかして、うん、ああなんかやれよと、いうふうに思ったりとかただまあ本人がその気になったこととか、やっぱなんか気に入ってとか、何時間も続けられるっていうことを見,見出してそっちやるしか、結局ないんですよね。うんうん、はい。そ,ね、それ面白くないと思ったことはやっぱできないですからね。うん、はい。非常にやっぱ喋るって重要だなっていうのは、うん、なんか和田さんの家庭見てても。はい 思いますし、それだから子供との関係性もそうだし、あの妻との関係性というのも、やっぱ喋るのがいかに重要かっていう、あそこはありますよね。喋らなかったら逃げられてると思います。まあ、やっぱ家事全般というか、まあそうですね。いろいろもう一手にいろいろ。 番組でネタにしてましたけど段ボールすら和田さん、片付けないってアマゾンでめちゃくちゃ頼んで大量に荷物が届くけれども段ボールは片付けないってもだけ取って片付けないっていうのがあったりするかもしれないですけどそこもまた話し合いというか最近はやってますよ最近は割とやるようにしています。 ネ,ネタにして気づいてしまった。<laughs> やっぱある程度やった方がいいんじゃないかっていう,そう。そう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 。いね、洗い物もやってますし、うん、はい。一応あとはまあそんな苦じゃないことってあるじゃないですか。はい。あの癖習慣になってしまったりとかすると、うん、だからそういうのはできるだけ増やしてちょっと貢献するようにというふうに。なるほど。思ってますね。<で>最初の子供ができた時って、うん、まあ嬉しさっていうのはあると思うんですけど。はいはいはい 不安感っていうのもめちゃくちゃ不安でしたよ。<laughs> やっぱり。これまともに。なんか大大丈夫かな自分って思っちゃいますよね、ま。生まれたばっかりってちょっと猿っぽいんですよね。うん、顔がちょっと変わっていくんですよ。二十四時間の間に。うんうん、でも猿っぽいなと思って、うん、この子大丈夫かっていうのもあったし、<laughs> <laughs> あとあとやっぱなんかこの子をまともにまあ一人前っていうか普通にね、はい、育,てて育てていけるかなっていうのはすごい。 こう抱いた時にすげえ思いますね。はい、あそでも。まあ逆に俺うちの親もね。うん、そうやって思ってやったんだろうなと思うと。うんうん、なんか親のことも考えたりとかするようにちょっとなりますね。すねうん、や、やっと親の気持ちをちょっと理解し、始めたことができ始めるのかなっていう、うん。うん 瞬間でしたね親が通った道を今自分も通ろうとしてるっていう今その育児の本とか読んでみると生まれた生まれてすぐ1か月2か月3か月みたいな感じでその時々の赤ちゃんはこんな感じですとかこうやって対応しましょうみたいな感じで書いてある本があるんですけどそれ見るとめっっちゃ大変だなていう特にやっぱお母さんが授乳があったりとかするからなかなかやっぱ寝る時間だったりとか。 っていうのも確保できないであったり、ね、っていうのがあるので、まあ僕はなるべく協力しようとは思ってるんですけど、はいはい,はい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 、にしてもまあ大変だろうなっていうのは大変ですよ。ありますよね。本当大,大変なんで、うん、まあ任しちゃった方がいいと思います。<laughs> いやそれはやっぱ時代的に、やっぱ僕はいろいろちょっとやりたいなっていう、はい、あなるほど。今後の発信のためにも、あそうですかそうか、やっぱやりたいなっていうのもありますし、うんはい、いやーなんか。 心配 <laughs> というか、あの僕がその子育てとかで、まあ少子化の話とかするときに、一番僕がネックだと思うのは、やっぱりあの子供がいると手間を取られるってとこなんですよ。うんはい、拘束されるんですよ。うん、例えばも子供が一人、ちっちゃい子がいるだけで夫婦で例えばフランス料理店で飯食うってできないんですよ。はい、ファミレスとかうるさい、うん、ギャーギャーで <laughs> ファミレス行くと。 周りもギャーギャャーーしててるんんでですよ、はい、子供いいうさで,、ねはい、で、まあそれ同士にもなるっていうのもあるし、うん、だからアメリカがやっぱいい点っていうのは、うん、あのベビーシッターがいて、はい、で割と預けて、うん、夫婦で映画見に行くとか、うん、食事に行くとかそういう2人の時間を作るっていうのをやっておかないと、うん、やっぱお母さんとお父さん 子供の関係だけなっちゃうんです夫婦の関係ってなくなっていくっていうのがあるんでだからまあどっちかの親にね子供を預けてちょっとこう3時間ちょっと出かけてくるよとかそういうのができるそういうのがあるとちょっといいかなと思うのでだから僕は日本もベビーシッターがあるとかあとその託児所ちっちゃいう専用の託児所があるとかまあ僕も見つけてね 預けたたりとかもしてんですよそうするとなんかスマホで子供の様子がねカメラがついてて見えるんですよあなんか遊んでるなとか他の子と遊んでるとか喧嘩してるなとか見えるんですけどそういうのを4時間5時間つけてどっか行くとかっていうのがないといけないというかだからお金も確かにそうなんだけど夫婦の夫婦 まあどっちかもそうだし、まあ、片方ぼかし働いてたら向こうはもうずっと子供見てるんで、はいうん、その、うんまあ、息抜きの時間帯をあげるっていうのを国がちょっと、まあ、クーポン配ってね、うん、あの週に5時間は託児所が預かりますよってクーポンを配るとかそういうのが一番いいんじゃないかなって。まあ全部こう、うん なんてそう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 一人になるっていうのはすごい大事だと僕がやって思うんですよ。逃げたいななこれってややってないで出かける時に「出かけていいよ」と言ったら本当に出かけて「ちょっと待って」と「全部残していけ」とこのね食べ物とか子供の離乳食とか離乳食とかおむつとかんかいろいろ大事なものは全部置いていけと。 じゃあもう今日は見てるから飲み会行ってこいとか言ったことはあったんですけどいや大変ですわまあねちょっとおいおい多分何ヶ月とか何歳によってまた出てくる課題とかも違ってくるんじゃないかなというふうに思いますしまたちょっと和田さんにもいろいろ話を伺いながら今後やっていきたいだというふうに思いますね。ということで今回もどうもありがとうございました。